肉の巨匠です。巨匠、いや肉の巨匠と言い出して早半年いやでもね、今日もちょっと肉を紹介しようかなと思って。さすがに半年経てばね、いろいろまあ技術は向上してますよね。そうやな、肉焼くのはうまくなってるはずよね、じゃあ今日もやっていきます。やっていく、はい、はい、やっていこう。今日もとっておきの持ってきたからね。これです。何ですか、出してみる、え？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 ワニ。え？ワニ？ワニ。食べれるの？ここで捕まえたから。それちゃうやん。もっきり袋入ってる。え？リアル。え、爪じゃないですかそれ。いや、俺も。まあこれネットで注文して買ったんですけど、こんな感じで来ると思ってなかったから。やばワニ。ワニにしてはちっちゃめやね。もうこれもどんな感じですか持ったら。ジャングルって書いてるでしょえ、この手のひらに乗せた感じはどうなんですか。重い重い、ずっしり。まあ鶏肉ぐらい。へー、同じグラム数の鶏肉ぐらい。へー、うわーすごいなこれ。ちょっとその、ここ触ってもらってもいいですか。あーごついわ。どうどう。一応ここ食べて、この皮で小銭色作ろうかな。ブッシュクラフト的に。いやいやいや、どうって言われてもわからんけど。え、肌はツルツルするんですか。いや、ここはゴツゴツよ、やっぱり。へー、うわわわわわ、ゴツゴツよ。結構ボコボコしてますね。そう、でもなんか調べた臭みもないし、で、なんか高タンパクらしくて、スポーツ選手とかが結構好んで食べてんねんて。栄養価満点で今注目されてる食料らしい。だからシンプルに塩コショウでつけて切って焼こうかなと思って。なるほど、はい、コショウちょっとしかない、ね、全部が入ってる。そう、美味しそうなの。どうなの。でもな、うまいらしいけどね。うわすごいな。さあ下処理できました。焼いていきます。ちょっとこれ分厚いから、鶏肉とかでもやるけど、こうちょっと穴開けますわ、はい、ワニに。え、まだ凍ってんのかな。あ、骨かここ。骨やな、ここ。ここに骨があるな。よし、じゃあやっていこう。よし、これでしばらく温まったらもう10ですよ、10。しっかり温めよう、今日は。前みたいにこうピタピタ言ったら嫌やから。もうキャンプ場でステーキ焼いて銃聞こえないとか最悪やからね。行きます、はい、行くよ。ちょっと早かった、早かったね。前ピチャピチャ言ってましたもんね。ああ、ワニをキャンプ場で焼くのはちょっとこんなことすると思ってなかったね、キャンプを始めた時。いやでもそもそもこのワニ焼くっていうのは10万人チャンネル登録行った時に1回だけ YouTube ライブ配信やったじゃないですか。はいはい。あの時どんな企画やってほしいですかみたいな話になって、コメントで見てるファンの人がくれたからここにたどり着いたわけですよ。そうですよね。そうそうそう。
ワニ肉って出てましたもんね。うん、そうそう。だからそれで、おお、面白そうやな、やってみようと思って。いや、ありがとうございます。企画をいただきまして。そういう意味では初めてじゃないですか。その、要は視聴者の方からの。あ、そうやね。基本的にほら、ライブ配信やらないから、うん、YouTube で。視聴者の人のコメントからの企画は初めてやね。ね。さあ、行きますよ。ワニ、入ります。ちょっとこう油を伸ばさせていただいて、ワニ入りました。ワニはみ出ました。もうはみ出てるやん。でもこれ多分ここが食べるとこってことなのな、うん、鶏肉のあの手羽みたいなことでしょ。やばい、引っ付いてる。うん、だからこう、ある程度こう、ある程度こう、なんていうの、しっかり焼くみたいやから、ワニは。あ、そうなんだ。うん。いやー、すごいね。これ、僕はこっち側におるからあれやけど、見てる人からの絵面結構すごいんじゃん。うん。なかなかですよ。多分ちょっとかかります。裏返しましょうか、うん、ちょっと表面がだいぶ焼けたので裏返します。あ、あー、なんか鶏肉みたいな、ほんまに、うん、これでどれぐらいかな。なんかうまそうやな。さあ、焼けました。完成。もうしっかり、だいぶしっかり焼きましたからね。じゃーん、ワニステーキ。すごいね。うん、しっかり焼け、まあマジで見た目鶏肉ですね。うん、うん、ワニの手がなかったら鶏肉やと思う。匂い的にはどうなんですか。匂い、ええ匂い。へえ。あ、全然臭くない。うん、鶏肉、鶏肉やわこれ。へえ。うん、ちょっとこうワニと握手してる感じでね。握手してるのに食べるっていう。え、こう逆で、うん、そっちの皮膚をこっち向けてこう握手してるのに食べるっていうね。味方か敵か分からんような状態なんですけど、ちょっと行ってみよう。どの辺から行こうかな。行く、行くよ。このここがうまそうか。こっから行くね。ああ、うん、なんか鶏のささみみたいな感じ。へえ。臭みは全然なくて、うん、ただ俺が今ワニやと思ってるからちょっと一瞬おえってなったけど、うん、すっげー淡白。胸肉のパサパサ感にちょっと油が入ってることで、うん、鶏の胸肉に比べたら食べやすいかな。胸肉より美味しいかも。あ、美味しい。うん、食ってみる。タナディほんまちょっとやる、うん。全然うまい。本当になんかあれ、鶏みたいな感じ。うん。だけどなんかワニって考えたらうえってなって。そうそう、一瞬俺一口目になった。うん、おえって、うん。もうワニに失礼やそれ。うん、すみません。
だいぶもうけどもうワニ手で持つんで慣れましたね。うん、ずっと握手してるからね。巨匠、じゃあ今回は今回はまあ成功ですね。